エビネは、ランカエビネ属の多年層。地上性のランである。ジエビネ、ヤブエビネと呼ばれることもある。日本、朝鮮半島南部、中国のチャンス省、紀州省に分布する。日本では、北海道西南部から沖縄島までに分布。休憩は、広玉5条九条で、長さ、径ともに約2センチメートル。 古い休憩は時1 0年以上も残り、地表近くに連なる。和名はこの形をエビに見立てたことに由来する。直径2から3ミリメートルの根を多数生じる。秋には翌年の新芽を生じ、冬までに少し成長してから越冬する。葉は2から3枚付き、薄く、形は長楕円型から東乱上皮信型で先は尖り、縦に5本の脈がある。部は、 細い傭兵になる。冬を越すと横伏するが、数年間は枯れずに残る。花は春先で、新芽の天葉とともに高さ30から40センチメートルの家系を伸長させる。二三個の筒がある。花女の半ばより上に多数の花をつける。花はほぼ横向きに平らかいする。学園は狂乱系。側花弁は東蘭上皮神系。共に先は尖る。 新弁は三つに裂け、左右の裂片が広い。中央の裂片には縦に三本の隆起線があり、先は板状に立ち上がる。新弁の基部は深くくぼんで後ろに突出し、長さ0.8から1.0センチメートルの巨となる。下記は4から5月。花の色は変異が大きい。学辺と側下弁は、赤褐色、褐色、高褐色、緑褐色、緑など。 新弁は白、または薄紫紅色。花の色に基づいて赤エビネ、大々エビネなどの品種を認めることがある。固有の品種とされるものに、アマミエビネ、マサム、アマミ大島及び徳之島に分布、カツウダケエビネ、ハノジエビネがある。両前産のエビネバチ栽培、低塩植栽用に販売される。一般には栽培が困難な植物とされていないが、 春先系のエビネ属は栽培中に様々な植物ウイルスが容易に感染し、あるいは栽培下への移行によって植物内ウイルス濃度が上昇する。ウイルス量の増加した個体は葉のエソや落ちつぼみ、花の変形などの諸症状が出現し干渉価値が著しく低下する。ジエビネが栽培下で長期にわたってウイルス感染を発症せず栽培できている事例は まれで同一個体が栄養繁殖により増殖普及した例はほとんどない。植物ウイルス感染は事実上治療法がなく他の植物への感染源にもなる。そのため感染症状が出現した個体に市場価値はなく教科書的対応としては焼却処分が推奨されている。1970年代から80年代にかけてエビネ類の栽培が 爆発的に人気が高まり投機対象にもなった、いわゆるエビネブームにおいても、ウイルス感染症の多発により幸い撤退者が続出したことで、ブームの終焉を迎えている。幸いなことにエビネは、無菌波種による人工増殖技術が確立されており、ウイルス感染個体でも種子を巻くと、病状のない未症を得ることができる。 専門業者の多くは感染個体を処分し、未消個体と入れ替えていくことで栽培、生産を継続している。しかしながら、原種エビネは市場価値がそれほど高くないため、営利的な種苗生産はほとんど行われていない。そのため現在も販売されている原種の一部は野生採取により供給されている。野生種保護において、洞窟は大きな問題ではあるが、 近年は選別交配種が営利生産され、一般器と大差のない価格で容易に入手できるため、相対的に原種エビネの園芸需要は減少している。最終によって、ほぼ絶滅状態であった自生地で個体数の回復が確認されたという報告も参見されるようになっている。名所として、東京都町田市に町田エビネ、園がある。 両前山のエビネの群落純絶滅危惧,危惧環境省のレッドリストの純絶滅危惧に指定されている。倉庫体数は約2万、平均減少率は約60%、減少の使用員が園芸用の採集、森林の伐採、土地造成であると推定されている。日本の大多数の都道府県でレッドリストの絶滅寸前、絶滅危惧種、気球種、 純絶滅器具の種に指定されている。ありがとうございます。